さん、今日もポケ盛り上がっていますか？ポケモンゆっくりスクール部長の霊夢です。副部長のマリサだぜ。今回はアニポケのマスターズ8でサトシのバトル戦績を解説していきますよ。おお、ついにサトシが大手をかけたんだよな。そう、なのでそれまで何が起こったのか、どんなバトルだったのか解説していくので楽しみにしていてください。ではでは授業開始ですよ。それではまずはじめに、マスター8とはどんな大会なのか軽く紹介していきます。復習にもなるし頼むよ。ポケモンバトル最強を決めるポケモンワールドチャンピオンシップスのマスターズトーナメントにて、サトシの前に立ちはだかるダンデやシロナ、ダイゴ、ワタルたち7人のトレーナーが登場しました。ポケモンバトル最強を決める大会ポケモンワールドチャンピオンシップス、上位8名の選ばれしマスターズ8は、各地方から勝ち上がってきた強者たちと戦うのですよ。こんなすごい大会のために、サトシが次回ポケモン SV のアニポケでは登場しないのでは？と噂されているんだよな。一体どうなるのかもこのマスターズ8で決まってくるかもですね。この大会は新無印10には似て語られていて、クラスマッチ終了時点でのマスターズトーナメントがガラル地方のシュートスタジアムで開催されていて、1位がダンデ、2位がワタルとなっています。この戦いはサトシが参加する前シーズンのラストバトルなんだよな。ガラルチャンピオンにして無敗の世界最強王者ダンデをはじめ、考古学者としての顔も持つ新王チャンピオンのシロナ、デボンコーポレーション御曹司で方言チャンピオンのダイゴ、関東ジョートチャンピオンのワタル、世界的大女優でカロスチャンピオンのカルネ、カロスリーグミアレ大会優勝のアラン、そして若き一種チャンピオンのアイリスが参戦しました。おお、一緒に旅していたアイリスもチャンピオンになれたのか。チャンピオン同士が旅をしていたことになるので、ものすごいパーティーだったことがわかりますね。この二人を支えたデントの影響がでかそうだな。そんな各地方のリーグでチャンピオンクラスの実力を持つトレーナーが勢揃い、そしてこの中に、アローラリーグ初代チャンピオンのサトシも満を持して参戦。また無印編から新無印編までサトシが各地方を旅した時に出会ったライバルや知り合い、さらには共に旅をした仲間も登場するという、アニポケファンにはたまらないカットが登場していますね。本当にたくさんの仲間たちが登場したよな。正直10代の新人であるサトシが各地方のチャンピオン相手に勝てるの？と思われがちですが、サトシもアローラチャンピオンであり、しかもメガ進化、Z 技、ダイマックスを操ることができます。巷ではフル装備サトシと言われているよな。マスターズトーナメント第1回戦第4試合はサトシ VS ダイゴと、その前に超大事なエピソードがあるんですよ。この大会が始まる直前になんとダイヤモンドパール時代のライバルであるシンジが登場しました。シンジというと、ポケモンバトルがかなり合理的で一時期はポケモンを道具として扱っていたんだよな。そう、新無印の彼の紹介でもちゃんとヒコザルは期待外れで外したという説明がありました。わざわざそこピックアップしないであげて。しかしシンジも旅を重ねてポケモンとの信頼を築き、かなりいいトレーナーになっていますね。そしてサトシの試合前のコンディショニングとしてバトルすることに、繰り出したポケモンは、ギャラドス、ガブリアス、そしてメタグロス。なんかこのメンツ見たことあるような。シンジはサトシのためにバトルする相手の切り札ポケモンを使用してくれたんですよ。シンジめっちゃいいやつじゃん。あのゴーも最初は怖いと言っていましたが、これに気づいてかっこいいと改め直していますね。このポケモンバトルでチャンピオン戦のイメージが固まっただけではなく、サトシのゲンガーが鬼火をマスターすることができたのです。鬼火というと、相手を火傷状態にしてダメージを稼げる上に攻撃力が半減するという優秀な技じゃないか。そうそう、これが後々大きな見せ場となるのです。さて話を第5戦に戻して、第5はルビーサファイアでは方言地方のポケモンリーグチャンピオンとして、マイナーチェンジ版エメラルドではチャンピオンではなく、ポケモントレーナーとして登場しますよ。鋼タイプを専門にしているのですが、化石ポケモンも多く扱うことも、方言の化石ポケモンであるユレイドルとかも使っているよな。そしてマスターズ8初戦は、サトシの一番手はウオノラゴン。第5はなんといきなりエースであるメタグロスを起用。ほう、流れを先に掴もうってことだな。ちなみにサトシのウオノラゴンはガラル地方のワイルドエリアでサトシたちが発掘した化石から蘇りました。またサトシ発の化石ポケモンでもあるんだよね。モンスターボールから出てくると、たびたびサトシに噛みつく癖がありますね。サトシにのしかかる初期のベトベトンを彷彿とさせていますね。そんなウオノラゴンはこの試合で大活躍を見せるのです。まずメタグロスはサイコキネシスで決めようとするも、サイコパワーが高まる前にウオノラゴンはエラ神で攻撃し不発に終わらせるのです。さらに特性頑丈アゴによる先制、エラ神は相当なダメージをメタグロスに与えたため、ダイゴはボスゴドラに交代することに。おお、先にサトシが試合の流れを掴んだのか。そしてそのボスゴドラとウオノラゴンがガチガチの肉弾戦に。ほう、ダイゴというと頭が切れて戦略的なバトルをすると思ったが、意外にも真正面から攻撃させるのか。これはどうやらサトシの熱い姿勢にダイゴ自身も熱くなっていたからだと思われます。他のチャンピオンたちもあんな熱くなっているダイゴは初めて見るというほど。確かにサトシとバトルしていると自然と熱くなってしまうだろうな。そしてウオノラゴンがやられたため、サトシはゲンガーを繰り出すのです。
そしてシンジとの特訓でマスターした鬼火によって攻撃力を下げながらダメージを与え、ボスゴドラを倒すことに成功。おお、あの時の特訓の成果だな。そして第5はユレイドルを繰り出したのです。このユレイドルが非常に厄介でとんでもない耐久力と根を張るで回復することが可能。ゲンガーもかなり攻めることはできたものの、パワーウィップで落とされました。サトシは最後の一匹であり、最高のパートナーであるピカチュウを繰り出しました。まずピカチュウはユレイドルのロックブラストを利用して一気に駆け抜け、天高く大ジャンプ。ユレイドルは空中に上がり身動きが取れなくなったピカチュウを当然パワーウィップで縛り付けようとするのですが、それはサトシの作戦だったのです。小型のピカチュウを捕らえるため触手を1点に集中するユレイドルに、ピカチュウはエレキネットを使い触手を拘束、身動きが取れなくなったユレイドルの触手を利用しそのまま接近、アイアンテールを脳天に叩きつけて勝利しました。さすがはサトシピカチュウ。そして残るのはお互い切り札同士となりました。ピカチュウは10万ボルトを放つのですが、メタグロスの高知能な予測によりことごとく避けられるのですよ。そして隙を見てメタグロスがコメットパンチ。なんとか立ち上がるピカチュウ。そしてサトシは最後の切り札としてゼットリングを使用。ピカチュウのゼット技、1000万ボルトが発動。サトシの帽子をかぶったピカチュウが初代 OP 目指せポケモンマスターの BGM と共にゼット技を解き放つのです。ここのシーンは超燃えたよな。一瞬は避けられるも、ピカチュウの1000万ボルトは追尾性がありメタグロスに命中、そこで仕留めて大勝利、非常に接戦の上サトシの大勝利となったのです。これにはロケット弾も泣くほど喜んでいたよね。やはりこの試合はダイパの時にはライバルであったシンジと一緒に今回のトーナメントを研究していて、第5のメタグロスについての攻略がでかかったですね。ゲンガーの鬼火はかなり強力だったよな。あのダイパ世代のライバルシンジと特訓が活かされた感じが良かったぜ。そして続いての相手はゲーム内ではチャンピオンの中でも最強と恐れられ、同時に美人でもあるシロナ。ポケモンアニメ界でも最強扱いの新王チャンピオンシロナにサトシが勝てるのか？シロナはポケットモンスターダイヤモンドパール、プラチナのチャンピオンで、全ポケモントレーナーの中でも人気があり、ポケモンの顔とも言える人、シロナはポケットモンスターシリーズで初めて登場した女性チャンピオン、職業は考古学者でもあるよな。七かまど博士の教え子で、実質的に大木戸博士の後輩ですよ。若いながらも学会ではすでに有名な存在らしく、同僚であるアロエからはシロナの方が年下であるにもかかわらず尊敬されていますね。ゲーム版ではガチガチのガチパで最強と恐れられていますが、アニメでも最強、その強さは変わらず新人に勝負を挑まれるのですが、ガブリアス一匹であっさり完封勝利、その中にはガブリアスと致命的に相性が悪いはずのマニューラも含まれていたのです。ええ、シロナどんだけ強いんだよ。またなぜか未だに左目が常に隠れていて、アニメや漫画版でも決して見えないのです。ただし、この回のアニメで書かれた幼女時代は髪が短いので見えていました。あとフィギュアなどででも普通に確認できるんですよ。へえ、場合によっては確認できるんだ。そうなんですよ。てっきり人が封印されてると思いましたよね。あんたバカ？そして試合としては第123話セミファイナル II 原枠は、マスターズトーナメントセミファイナル第2試合。まずこの試合が始まる前になんと、あのシロナが負けたらポケモントレーナー引退宣言を友人であるカルネに告げるのです。嘘でしょ。あのシロナがトレーナー引退宣言だって？そんな思いもありながら、シロナの初手が相変わらずの、陰陽運でした。いい加減にミカルゲって言ってあげて。シロナというともっと強力なポケモンを出してくると思っていたようで、サトシ含めチャンピオンたちも予想外だったようです。それを言うならピカチュウを切り札にしているサトシの方が驚くべきじゃないか？サトシはファイナル進出をかけ、シロナとの対戦に挑むのですが、シロナの巧みな戦略に翻弄され、序盤から大ピンチ。まずはじめにサトシは海流を繰り出したのですが、なんとミカルゲの催眠術と夢食いの凶悪コンボでミカルゲが回復しつつ海流を撃破。初代四天王キクコバーさんみたいな凶悪コンボだな。海流が倒れるなんていきなり大ピンチすぎじゃんか。また手持ちのポケモンをコロコロ変えていて、サトシに流れを譲らないようにしているのが読み取れました。相手が10代といえど全力で戦う姿が真の強者感があってかっこよかったよ。悪い流れを断ち切りチャンスにつなげたいところですが、新王チャンピオンシロナと強力なポケモンたちに翻弄されることに、サトシの2匹目はゲンガー。それを想定したかのようにシロナもミカルゲを引っ込めてロズレイドに鬼火を放ち状態異常にするも、またもミカルゲに交換。弱点であるフェアリー技のマジカルフラッシュでダメージを与えるも、ゲンガーの弱点の不意打ちで KO することに。タイトル通りミカルゲの恐ろしさだよな。ポケモンゲームでのシロナを彷彿とさせていますよね。さすがに流れを変えるためにもサトシは切り札のピカチュウを投入。それを見たシロナはトゲキスを出し、天使の恵みとエアスラッシュのひるみ攻撃を加えるのです。さすがは新王チャンピオンとしか言いようがないくらいの立ち回りだな。そしてなんとまたもシロナは相性のいいトリトドンに変更。しかしさすがはサトシとピカチュウ、相性の悪さを吹き飛ばす型破りな戦法をするのです。大地の力で出た岩をアイアンテールで打ち返し、完全に動きを封じてからの、
急所に電光石火。さすがの白名も唖然だったよね。そして白名は流れを食い止めるべくまたもミカルゲを投入。しかしサトシは神王時代に編み出した回転10万ボルトで催眠術をガードし、エレキネットで身動きを止めることに成功。ここでとどめのアイアンテールを放とうとするのです。さすがはサトシのピカ様、これで2盾じゃん。しかしミカルゲは不気味な動きをしてアイアンテールを受けることに、その後どういうわけかピカチュウもノックダウン。おいおい、ダメージを与えたのはピカチュウじゃないのかよ。実はミカルゲは倒れる前になんと道連れを発動したのですよ。なるほど、倒されたらそのダメージを与えたポケモンも瀕死にさせれるあれか。こうして必死に立ち向かうサトシだったのですが、海流、そしてゲンガー、ついには相棒のピカチュウまでもがダウンしてしまうのです。お互いが残すポケモンは白名4体、サトシ3体、サトシは1対3の不利な状況でのバトルになるのですよ。白名相手に不利な状況は厄介だな。さらに白名にもメガ進化、はたまた何か隠し持っている様子を見せているんです。正直サトシが負けるんじゃないか。サトシはなんとかウオノラゴンとネギガナイトで突破口を切り開こうとするのです。まずサトシは前回活躍したウオノラゴンを繰り出しました。そして白名はなんとガブリアスを投入。ほう、ここで切り札のガブリアス。ガブリアスがまず放った技はステルスロックです。交代するとダメージが入る厄介な技だよね。白名の本気がやばいぜ。罠を放った後の交代先はロズレイド。ウオノラゴンに毒づきを食らわすことに成功。しかしウオノラゴンはそれに興奮して奮い立つのです。サトシの手持ちらしく、根性座ってるな。そして渾身のドラゴンダイブでロズレイドを落とすことに成功。そして白名はミロカロスを繰り出しました。ウオノラゴンの弱点を突きながら攻めてきました。しかしウオノラゴンは毒状態も吹き飛ばすような気合でミルカラスに屋上をお見舞いし、ノックダウン。ここまでやってのけたならかなりの役割だったぜ。そしてサトシはネギガナイトを繰り出すのですが、ガブリアスのステルスロックでダメージが、さすがにこのままでは不利になると思ったサトシはネギガナイトに高速回転の盾を投げつけてステルスロックを解除することに成功。さすがのホップもそんなのありかよと言ってたしね。その流れの良さからネギガナイトは連続斬りでミロカロスを撃破。そして白名はガブリアスを投入。ガブリアスの渾身の優勢軍を受けつつも、ネギガナイトの専用技であるスターアサルトでダメージを与えたのですが、ここでノックアウト。ネギガナイトは踏ん張ろうとしたのだけど、立ちながら瀕死状態になっていたんだよな。これは激アツすぎましたね。第125話セミファイナル IV 衝撃は、マスターズトーナメントセミファイナル第2試合のクライマックスが書かれ、サトシのポケモンはルカリオ1体と絶体絶命の状況になったのです。トゲキスを倒せても最後の1体は白名の切り札のガブリアスは絶望的すぎだろ。それでも、諦めないサトシの思いに呼応したルカリオが見せる凄まじい波動の力を見せるのです。白名のポケモンとゲキスやガブリアスと激闘を繰り広げられました。白名は確実に仕留めるためになんと隠し持っていたダイマックスをトゲキスに使用。ダイジェットで素早さを上げながら攻めてくるのです。それに負けずにメガルカリオはサトシとの波動の融合で巨大波動弾とバレットパンチでギリギリ落とすことに成功。しかし、ダイトゲキスのダメージはかなりのもので立っているのがやっとぐらいだよな。そして最後は白名の切り札であるガブリアス。ガブリアスはスケールショットで確実に距離を取りつつ攻撃。しかしそれに負けずとルカリオはバレットパンチで全て破壊。そしてドラゴンクローとバレットパンチの超激圧の肉弾戦になるんだよな。その後2体とも息を切らしながら立っていたのですが、ルカリオに隙が、それを見逃すわけもない白名はドラゴンクローを選択。そしてサトシの最後の選択は起死回生。2体の技はぶつかり合い倒れたまま。しかしサトシルカリオは残りわずかの HP で立ち上がったのです。そして神王チャンピオンの白名に勝利し、決勝戦進出を決めたのはマサラタウンのサトシ。おお、あの絶望的な状態からよく勝てたぜ。そしてサトシとのバトルを通し、なんと白名は引退宣言を撤回。やっぱりサトシとのギリギリの競り合いが相当楽しかったんだろうな。サトシとの全力のバトルは間違いなく燃えるでしょうね。さあ次はついにダンデ戦です。一体どうなるのか楽しみすぎてやばい。ここまで来たらぜひともサトシに勝ってもらいたいところですね。私たちも日曜日の朝に応援しに行きましょう。視聴者さんが好きだったサトシとポケモンたちの活躍があれば教えてくれよな。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録。